はい、どうも、ベネスパーサがやっていきたいと思います。はい、ふつさ、第一ふるさと高校でゴールキーパー作っていくんですけども、今日の出来の方は、うど、飛田、種まき。で、秋山、かつらぎ、そして、高山。この6人でやっていきたいと思っております。まあ、秋山くんがね、出たことにより、まあ、ゴールキーパーがかなり強化されたと思われます。まあ、しっかりと作っていきたいと思います。はい、そしてアイテムの方は、パワードリと招き猫を持ち込んでおります。では、やっていきましょう。まあ、強化されたとはいえ、結局なところ、守護神枠が、ルーディから秋山に変わりました。まあ、ルーディも強かったんですけどね、二上限アップだったんで強かったんですけど、まあ、もう秋山が強くなりましたね。もうこれは秋山入れるしか多分ないです。まあ、心眼もあるからね、結構ありがたいんだよな。それはね、すごい助かると思います。はい、わかった。行っておきましょう。まあ、第一ふるさと高校ね、自分そんなに得意ではないんで、うまいことハマってくれることを祈っております。そして、ゴールキーパーならば、精神が大量に必要なはずなんですよ。精神が大量に必要なはずなので、まあ、秋山、そして、ウドちゃん。まあ、このあたりでね、メンタルタックも踏めていけるとありがたいのかなと考えております。まあ、テクニック、ディフェンス、両方とも上限アップ、今回持ち込んでみました。まあ、なので、できれば、両方とも110超やしたいよね、って感じです。はい、では、種まき飛びとか。あまり種まき踏みたくないけどね。いや、こっちじゃねえな。どうしよっかな。これ、確実に行きたいんで、これで行こっか。もう、これはね、本当は大成功、いや、でも、もったいないな。いや、大成功狙いたいんで、これは種まきも別の方入れるしかないですね。大成功で、まあ、タックボーナスが乗りますんでね。それは入れていきたいです。はい、ではこれスピード行きましょう。で、飛田がいいな。飛田から来てほしい。飛田。練習後イベント。来ない。両方ここまで来ないか。残念。はい、そして、カツラギが動いていきまして、ここで、ここテクかな。イコマか飛田。イコマか飛田。種まきはダメ。種まきじゃない。オーケー、ナイス。これでセクイチの最悪の、ね、最低限の。短縮は踏みました。OK です。で、秋山くん、金徳依存何なんだろう。何なんでしょうね。自分、ね、ずっと、ゴールキーパー以外で使ってたんで、なんとも言えませんが、しっかりと。まあ、ディフェンスなんだろうな。ディフェンスなんだろうなという感じはしてます。はい。で、これ、飛田行きたいですね。飛田踏んどきますが、まあ、これ、行っといて、まあ、矢部坂来たらドンマイだな。はい、矢部坂来たらドンマイです。はい、飛田行きましょう。さあ、来い。ほら、キー。ナイス。ナイス。終わっていく。終わっていきましたよ、と。で、これ、熊のお兄ちゃんも終わっていった。で、大成功しなかった。大成功。大成功しない。お、マジか。しっかりとキャラクター入れてんだけどね。大成功はしっかりとしてほしいです。はい、そして、ここは、初級トレーニングで、一回休みたいから、初級トレーニング行きつつ、コマのやつ行こうか。一回休みたいんでね。一回休みたい。体力がない。はい、休んでおきます。はい、ナイスチンガバー、オッケー。で、ここでウドウちゃんが動いていきますと。あ、回復潰してえな。回復潰してえな。まあ、この天秤がね、回復効果あるから、すごい助かるけど、まあ、これ回復潰しておきます。おそらく技術が足らないんだろうなと思ってるんでね、ここは回復潰して、いいでしょう。で、種まき。飛びた行こう。ま、ここだな。フィジカル行こう。フィジカル行きます。で、ワンチャン飛びたで2行きたい。2行けたら、すごいでかい。飛びた。さあ来い。飛びた。来い。あ、来ない。まあ、しょうがない。それはしょうがない。で、ウドウちゃんも動いていきますね、と。で、種まきも動いていきますね、と。あ、種まき成功してね。ちょっとテク上げとこう。テク上げておきまーす。テクニック、ディフェンス、しっかりとゴールキーパーの場合は上げておきましょう。はい、そして、これは、コツもらっていこうかね。はい、飛びた、いこま。まあ、両方来ても短縮いけるけどね。あ、来なかった、残念。で、カツラギ、動いていきます。で、これで終わっていくんで、残り2ターンで機械いきましょう。で、種まきも動いていく。で、テクですね。少しでもテク振っておきましょう。で、ここで機械いきます。はい。で、ここは別に短縮踏み必要ないんで、コツか監督行きたいですね。監督、まあ、コツだな。ここの監督は正直練習試合にスタメン出れるか出れないかなんで、どっちでもいいです。はい、これは一回体力回復もらっておきます。大丈夫です。で、ここで一回休みましょう。これで一回休もう。はい。
はい、で、うどうちゃんの福指は終わってきまーす。はい、ではセク1終了でございます。経験点は1286ということで、セク2やっていきましょう。さあ、ここまでは短縮はうまいこと言ってる。短縮はうまいこと言ってるけども、さあ、こっからだ。問題はこっから。守備練習。で、こっから、とりあえず、はい。で、テック、メンタル。ハヤテか。微妙だな。ここだな。飛びたか種まきだな、やっぱり。まあ、ここで勝負するとして。で、まず、ブランドは絶対行く。ブランドは、まあ、オートちゃん連れて行こう。うん。これ連れて行く。オートちゃんでいいか。行こま、いや。行っか。でもって、守備練習も行っとく。待ってよ。ハヤテ連れて行く？ハヤテだな。お任せはいけないが、まあ、とりあえず守備行って、守備にちょっと、そうだな。守備にちょっと連れて行きたい感じは、飛びたと生駒連れて行こうか？うん、飛びたと生駒連れて行きます。はい。でですね、ここ、どこ行った？牛糞。牛糞に種まきを連れて行く。で、機械も連れて行く。そうでいいね。それでいい。それでいい。です。どうしようかな、今日、田植え行こうかな。田植え行かなくてもいいんだよな。ゴールキーパーの場合、田植え行ったとしても、ね、田植え行ったとして、超回復なんだよな。超回復別にいらないけど、まあ、行っとこ。一応行っとこ。はい、できます。はい、ではフィジカル行きましょう。で、飛びたくん。種まきでもいいけど。OK、2段階。あ、1段階ね。まあまあ、まあいいでしょう。まあいいよ。で、着ぐるみサッカー。残り1回。ディフェンス行っていこう。ディフェンス行っていこう。ディフェンス。もう、今回ね、もう、筋力失敗したくないんで、ディフェンス振ります。うん、ディフェンスね、コツ着てから振りたいんですけど、まあ、それはしょうがないです。しょうがない。はい。で、テクニック、メンタル。メンタルか。これ、ワンチャン、ハヤテイクマ来ないかな。監督来るんだろうけども、これ、ワンチャン、ハヤテイクマは来てほしい。さあ、来い。お、来た、ナイス。で、これ、守備終わってくね。ありがとう。すごい助かる。で、これ、パスをテクニックでマエストロだよね。で、マエストロ入れてますんで、いいんだよね。マエストロ入れてるんでいいんだよね。オッケーオッケー。はい、大成功。で、守備が終わっていく。これも大成功。オッケー、大成功かましてるよ。オッケーオッケー。で、バイオマスも動いていく。らしくないぞ。で、バイオマス動いていくんで、これね、どうしようかな。こっち側に、バイオマスだよね。あ、待って。ここバイオマスだよね。バイオ、あ、そうか。バイオマスか。バイオマス、いっちゃわないといけないのかな。まあ、いいんだな。それならば、これで行くか。まあ、飛びたは連れて行きたくないから。これで行こうか。これで行きましょうか。これで行きます。大成功させれないか。まあ、いいや。はい、守備行って、ここでバイオマス行くんですけども、まあ、このメンバーだな。このメンバーで行って、待って、これ、大成功しそうだな。これで行きつつ、バイオマス行って、ここ、田植え行きたいけど、本当は田植え行きたいんですけど、エアレーション行こうか。エアレーション行けます。エアレーション行きます。行っちゃいます。で、ここで種まきの短縮を踏みたいところ。種まきの短縮を踏みたい。種まきの短縮を踏みたいところ。1段階でいいよ。あ、来ない。残念。で、臨床入りました。臨床まず入りました。で、ここは、謝ろう。臨床はいらないから筋力精神もらっておきます。はい、そしてブランドは絶対行く。はい、気持ちね。精神大事だよ。で、ここで種まき。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 来ない。残念。で、バイオマス終わっていきます。じゃあ、このバイオマス、どうしようかな。種まきこれ行っちゃうとね、次、まあいいか。パワフル前も行きたいところではある。行きたいところではあるね。行きたいところではあるんだが、短縮を狙うディフェンス。まあこれメンタル行こうか。メンタルで、どうしよう。追肥行っとく？まあ、飛びたの、ナイター正面行っときたいんだよな。ナイター正面行っときたいけど、農業を合わせる。まあいいか。エアレーションの次って、あれだっけ？エアレーションの次は、一応オーバーシート出るんだよね。でも中級トレーニングも出るのか。中級行けばいいのか。はい。ではこれ、飛びていきます。ナイター正面行きましょう。
はい、で、ナイター照明、短縮を起こしたい。飛びたの短縮を起こしたいけど、これはね、毛が 15% でしょ？でも次、耐性力回復あるんでしょ？まあ、これメンタルいってきます。マハシ！マハシ！ナイス！オーケー。ありがとう。いいね。で、お得意キャッチ、動いてきまーす。はい、いいね、大成功。テクニック曲がってく。で、中級トレーニングいきます。中級トレーニングいっといてって感じですね。中級トレーニングいきますね。はい。そろそろお任せ系も行きたいんですよね。そろそろお任せ系でタックの練習効果アップを上げていきたい。で、ディフェンス、もうここはね、もう成功させるために振ります。振ります。本当はコツ取ってからのはいいんですけど、振ります。はい、そしてここ、種まき。種まきありだな。はやて。はやてもありだな。問題は、やべさか。やべさかだけいらない。ね。まあ、これメンタルきます。はい、種まき。種まき2段階。来ないかな、ワンチャン。来ない。残念。で、秋山終わってきます。守護神と神眼。これ全然わかんない。飛ばしてるから。OK、神眼もらいました。ナイス。ほんと上がり症。上がり症だからね。筋力上がり症だから、ほんとやめてほしかった。ありがたい。これをほんと改変してくれてありがたいですね。はい、そして、ここで、ハイトブランド行きつつ、で、ナイト照明成功して、で、ここをオーバーシートじゃなくて、追肥いっとく。追肥って中級と時間を合わせます。時間合わせてその後からお任せをいこう。はい、追肥いきます。で、まあ、ここは短縮踏むのもありですが、まあ、短縮ワンチャン踏むのもありなんだよな。はい、踏んでいきます。さあ来い。はい、残念。来なかった。まあ、それはいいです。守備反応もらってきます。はい、OK。で、ここは短縮ほぼない。で、ディフェンス終わっていきます。ディフェンス終わったのであれば、これはお任せいこうか。お任せいきます。これはお任せいってしまおうか。このメンバーでお任せいこうか。機械終わったからね。はい、お任せいきます。で、はやてのお任せ。で、飛びたのお任せいきます。ささっと練習効果アップ欲しいからね。はい、これでいきます。で、短縮は特にないんですよ。やべさか、はやていこましかない。はやていこまやべさかか。はやてやべさかいこま。別に、そんな、ディフェンスでもいいけどな。監督の評価上げるのもありだな。まあ、ディフェンスんどこか。いこま。いこまの短縮来てほしい。さあ来い。まあ、ある程度強いんだよね。やっぱ練習効果アップ乗ってるからね。うどうちゃんがね。はい。終わっていく。大成功。オッケー。いいよ。オーバーシート、種まき成功してね。頼むぞ。はい、インテリジェンス、ナイス。ナイス、オッケー。ありがとう。で、ここで短縮ございません。短縮はないんですけども、とりあえずオーバーシートは絶対行く。オーバーシート行きつつ、飛びたも進めていく。基礎工事行きましょう。基礎工事行きまーす。で、ここは短縮狙いません。はい。一回休みます。の前にディフェンスフロッカー。A まで行きます。A まで行ったらもう、あとは放置で行こう。はい。では、チュンガバ。寝れない。寝れないか。お、成功する。まあ、これは成功するもんな。で、うまいこと言ってる。あと精神。頼むぞ。精神成功してくれ。一発で行きたい。一発で終わらせたい。で、ここでメンタルで。メンタル行こっか。種まきワンチャン短縮来てほしい。ワンチャン種まき短縮来てくんない？来ない。まあ、監督上がるのはいいよ。はい、OK です。で、残念、クソドドン。心臓破りか。で、俺も負けられない。で、ここはね、まあ、お任せできます。しょうがない。もうこれは、一個目のお任せも行きたいところなんですけど、いいです。です。飛びと生えていきます。もうここはもう早めに練習効果アップ上げたいんで、ね。で、これ一回休もうか。あ、34%。34% がこれ不毛。いきまーす。ね、飛びたくん来たら休む。オッケー、通った。ナイス。ありがとう。一回休もう。次一回休もう。で、大成功しましたよと。で、大成功しましたよと。いや、どうしよう、これ。いやー、生きてーけど、これダメだなー。で、これ、一旦待つのもありなんだよなー。一旦待つのもありだけど、これ、行こっか。まあ、しょうがねえな、これは。うん。もう、
練習、特技練習頻度アップ、踏みたいけど、まあいいです。そこはスルーしていこう。飛びたと、ゆずき。飛びたとゆずきの短縮1回踏みたい。で、ここ1回進みます。チュンガバ。だね。で、ウドウちゃんも動いていきます。アイセクションクリア。で、4873ということで、セク3やっていきましょう。さあ、短縮一発踏みと、あー、敏捷か。精神来ないか。しかも一番いらん敏捷来たな。はい、流星群。はい、精神頼むぞ。で、飛びたを踏みたい。飛びたゆずき、飛びたゆずき。はい、スピードいきます。さあ、飛びた。練習後イベント来てください。さあ、来い。来ないか。で、終わってきますね。終わってきますね。はい、キックターゲットか。違うんだよな。お、ナイス。お、ナイス。あ、カウンターも行った。で、飛びた入ってくれましたね。飛びた入ってくれた。これは熱いぞ。これは熱い。熱い熱い。激熱。で、で、ここで4周。イコマちゃん行っとこうか、イコマちゃん。イコマちゃんはとりあえず行かないといけない。そして、そして、そして、小石トレーニングとか、こっちちょっと進めとこうか。あ、まあ、小石進めとこう。小石はちょっとやっとかないといけないからね。はい、そしてここで短縮は飛びたを踏みたい。飛びたゆずき、飛びたゆずきを踏みたい。飛びたゆずきを踏みたいのですが、これもタック踏もっか。ちょっとでも経験点稼いでおくか。ね、踏んでおきます。いや、ちょっとでも経験点踏んでおきます。はい、種まき。種まきは終わってくる。で、さあ成功してね、ウドちゃん。はい、ナイス。難攻フラッグゲット。ありがとう。金徳は成功してるぞ。金徳は成功してるぞ。あとはタック。あとはタック。で、ここで種ま、あ、そうか。機械がいねえんだ。機械がいねえんだ。で、次のターン終わってくるのが、いやー、ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。これ、ちょっときついな。あー、次のターン終わってくるのが、ちょっと厳しいなというところで、どうすっかなー、これ。どうすっかなー。まあ、いっかこれ、いっときますか。サッカーのいっとこ。種まき短縮来るっしょ。来てね。で、こいつら二人は、置いときます。置いときます。ここは勝負。置いときます。で、ここ、ディフェンス100に、100はもういいか。100はいいや。スピード振っときます。いいです。で、テクは100まで振りたいんだが、まあ、コツ踏んでからいきますね。テクニックは。いや、テクニック、ディフェンスは。で、とりあえず、こう振っといて。はい、ではこれで行ってしまいましょう。ディフェンス行きます。さあ、勝負。短縮、種まき。やべさかか。これは踏まない。で、やべさか、精神くれ。精神くれ。精神くれ。オッケー。オッケーオッケー、危ない危ない。これを入ってくれた。で、とりあえず測量を。で、穴掘りは俺は無理。体力消費したくない。で、ここで、こっち行きます。ささっとこっち終わらせようぜ。いや、こっち終わらせた方がよくね。で、機械もいるもんね。だから次のやつにあれを終わらせて、早めにタック呼びたいからこれ行っときます。そうだよね。早めに行きたいからこれ行っときます。あえてブランド終わらせていきます。で、飛びたにお任せでも行っときますか。サムシリ。飛びたにお任せとこう。はい、そしてここで、あ、テクニック。あ、飛びたの短縮踏みたいけどな、これ。ワンチャン飛びたの短縮踏めると熱いところですが、技術欲しいんだよな。技術はね、足らないことが多分、あるんだろうなと思ってるから、これテクニックいっときます。監督の予感負けたいしね。はい、イコマちゃん。イコマってどこだっけ？イコマってどこだっけ？イコマってどこ？イコマ、イコマ。イコマ、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 いや、イコマこれ終わってくる。お任せだ。お任せです。はい。アウトだ、終わってく。で、イコマちゃん、コーチング。コーチングも一個ありがたいよ。で、ここで、結構キャラいるから、まず、守備、行って、守備行く。で、守備行くんですけど、そうか、ここで、イコマのやつ行って、これ守備残すキャラ。まあ、こうだな。こうでいいっすね。で、
あ、農業連れて行くべきだったか。まあいいか。農業連れて行くべきでしたが、まあいいですね。測量トレーニングか土木かビル工事、測量、まあ、こっちかな。これ置いときたい。ね。でもって。草むしりでも行こうかな。草むしり行って、と聞きますか、種まきでもいいけど、種まきにお任せで体力回復のものを拾ってもいいですが、まあでもここ、ワンチャンこいつら置いていけば次行けんだよな。次、芝刈り行けんだよな。芝刈り、ネオ芝刈り行ける。でも、生駒ちゃんのお任せ行きたいから、次はそんなに行きたくないとなると、これは土木行っときますか。いや。農業、いや、土木。ちょっと終わらないことが最悪だから、一応やっておきます。まあ、ドリンクはまだ使ってないからね。はい、そしてここは、短縮踏みたいんですけど、種まき、やべさか、種まき生えて、いこま。種まき生え。休みます。で、テク振っておきましょう。はい。で、パワーも、ここまで。はい、では一回休みます。チュンガバ。ああ、チュンガバしなくていいのか。はい、モデル入りました。大成功。さあ、練習頻度アップ上がってるぞ。で、ディフェンス、メンタル。あ、メンタル行こう。これメンタルです。これ、ここはメンタル行くんですが、生駒ちゃん行きます。生駒ちゃん行きつつ、で、飛びた。まあ、聖地でも行っておきますか。はい、聖地行っておきます。はい、ではこれメンタルいっちゃいましょう。で、種まき。ゆずきではなく種まき。で、種まき2段階来てくれると熱い。あ、来ない、残念。カラオケに行こう。調子極端はいらないからね。はい、飛びた。で、OK! 成功した。ナイス。金徳は成功してくれたので、このままハマってほしい。で、ここ飛びたくんが残り1なんだよな。まあ、行くしかないんだよな。はい、飛びた行っておきます。で、短縮、種まき。あ、ここ、いいタック来てる。さあ、いいタック来てます。で、ここはまあ、とりあえずディフェンスは振らず。はい、これで行きます。はい、ではディフェンス行きましょう。で、ここで種まきの短縮。種まき、イコマは？イコマもいいのか。まあ、飛びたでもいいけど、種まきがいい。種まき。来ない。で、これは、頑張れよ。体力回復。さあ、ディフェンステクニック。タックハマってほしい。で、ここで終わっていきました。で、これな。メンタルか。メンタル行きますが、どうしましょうか。どうしよっかな。どうしよっかな。次のターン終わってきたメンバーと、これいいや、このまま行きます。はい、ではメンタル行きましょう。メンタル。行ってきます。はい、そして、メカリで、土木をささっと終わらせていきたい。トンネルだろう？トンネル、まあいい感じ。で、飛田くんはまあ成功してね。君は成功してね。で、テクニック。ああ、まあ。で、ゆずきの短縮みたいところね。で、稲刈り行くのは後で、これはこっち行っておきます。で、ネオシばかり、待ってよ。これね、生駒ちゃんのこれ行きたいんですよ。でも、生駒ちゃんのこれはいけないんで、お任せ今2回でしょ。2回だよね。生駒。うん。とりあえずこれ行きますね。で、はやてのお任せも行きたいんですけど、はやてのお任せも行きたいな。でも、それがさ、遊んじゃうから、多分これ測量いっときます。測量の方がいいわ。はい、遊んじゃうのはダメ。で、ここで、テクニックいっちゃいます。はい、ゆずき、来い。来ない。だね。で、バッチ。で、アイス。で、濡れ芝入りました。で、これ1コマね。これ1コマいきます。で、早くも行かないといけないからね。早く終わらせていこうよ。で、ディフェンス。あ、ワンタック。まあ、これはワンタックでいいっすね。ワンタックで、飛びた種まき、両方、あ、ダメか。飛びた、やべさか、ゆずき。で、種まき、いこま、生えてはいらない。
飛びたか矢部坂、飛びたか矢部坂、飛びたか矢部坂でここで短縮来てほしい。さあ来い。次のターン全員終わってきてほしい。あ、来ない。まあしょうがない。で、体力回復ありがとう。で、ディフェンス大成功ありがとう。ありがとう。これでディフェンス降りまーす。打ってきまーす。一気に振ってきます。で、ここでなんですが、生駒ちゃんは行ってるから、ハヤテのお任せ行きたいところなんですが、ハヤテのお任せを行きたいところなんですが、なんですけども、どうしよう。ここで短縮は？ディフェンス、テクニック。あ、これテクニック行きます。あ、監督の評価上がりきるね。オッケー。テクニック行くんですけど、テクニック行くんですが、行くのですが、これ何しよう？何する？え、迷う。ね、これ、ハヤテにお任せは絶対行った方がいいと思ってる。ハヤテにお任せは行っときます。で、次のターン終わってくるけど、まあ、これは、これっすね。濡れ芝行きましょうか。まあ、こっちでもいいけどね。濡れ芝行きます。はい、ではこれで、テクニック。ワンチャン終わっていこう。はい、では監督来なくても多分これはいけるはず。で、これは、転職イベント、種まき。お、来た！ナイス！終わった！ありがとう。濡れ芝終わってきます。暴れ牛だ。で、ドリンク使わずにここまで来てます。ありがたいですね。ドリンク使わずにここまで来てるんで、多分いけると思うな。で、ちょっと、心眼とか取っとこう。もう精神も取り始めないといけないからね。で、マイストロも振っときます。はい、ではこれで行ってしまいましょう。行きます。はい、終わりました。懐かしいな。ここの高校ね、選手弱すぎてね、秋山がスタメン出るんですよ。フィールドプレイヤーで。久しぶりに見た、秋山。くまちゃんが頑張ってましたね。はい、大成功、ナイス。いいよ、技術入ってくれるのありがたい。で、ここでタック的にはテクニック。おー、来た！ナイスタック。ナイスタック。いいよ。ナイスタックよ。いいね、いいね、いいね。ちょっと待って、技術を振り切らないといけないんだよね。敏捷的には776。これはね、これはね、これはね、対空要塞、雲男。で、技術は振り切りたい。技術は振り切りたいのだが、パス感取れない。あと60。あと60。あと60。アリーシア。取れねえか？うまいこと取りたいんだけどな。あと9。無理。あ、こうする？こうしよっか。オフェンス、まあ、40までいきたいな。はい。で、ここでディフェンス、テクニック振ります。飛びたと種まき両方いるんだよな。飛びた種まき両方いる。で、これ稲刈り行くのはちょっとさすがにもったいないと思うんですよ。まあでも稲刈り行くか。飛びた連れて行かずに稲刈り行こうか。でも稲、飛びたの方って、現状ね、これ行って、測量行ってるでしょ。測量の後とトンネルしかないから、トンネル行くしかないんだよな。トンネル行くしかないんだよな。トンネル行こう。これだともうトンネル、いや。まあでも次、やっぱり大回復欲しい。いや。トンネルだな。待って、これ、お任せ系は2つ進んでるもんね。お任せ系は2つ進んでるからいいとして、トンネルだな、トンネル行きます。トンネル行っていきましょう。で、これは、ね、農業系を1人こっちに持ってって、いや、そっか、これで行きます。はい、これで行きましょう。んで、これ農業行ってね。はい。こっちで種まき短縮起こっちゃうと次のターンだって乾燥しちゃうからね。もったいないんで。これはこれでいいです。で、飛びた種まきどちらかた、練習後イベント。短縮来て。ほい。来ない。あ、残念。残念でした。で、経験点14,176。出てますね。出てるはず。これは第一では出てるはず。で、これ、イコマちゃん終わってくる。で、飛びたくんも終わってくる。で、測量を。で、測量トレーニング行きつつ、イコマちゃんは、イコマちゃんのお任せがないといけないから、これ行って、イコマのお任せ行きますね。で、次、ハヤテのお任せ行くでしょ？いいんだよな、これでな。で、でも、一回あれ行きたいんだよな。体力回復行きたいんだよな。で、テクニックナイス。これはもうテク行こう。テク。テク稼いでおくよ。今のうちにテク稼いでおく。技術が出づらいと思ってたんで、俺はテック、これはすごい助かると思います。はい。で、これテック行っちゃいましょう。542、122、279。多分溢れはしない。
民所の方が怪しいな。カウンターでも取ろうか。カウンターでワンタッチでも取っとこう。アイデアこれできます。アイデアこれテクニックいっちゃいます。でワンチャン生えてくる練習後イベント、はい来ない。これはどっちでもいい。これ精神だもんね。精神取りたいからね。ディフェンスのでかいタック踏みたいな。できればね。スピーカーありがたいぞ。スピーカーはありだと思う。で、ここで、テクニック。でかいタック来たね。これはもうテクだな。こんなテクにはまる？テクにはまってくる。飛びたもね、テクにいるからね。そんな、飛びた、違うん。ディフェンスに来てほしい、ディフェンス。ディフェンス。どっちやねんって話だけど、ディフェンス。ディフェンスがいいです、ディフェンス。でもって、ここね、微妙だな、技術な。もうちょっとディフェンスの時間だな。ディフェンスの時間なんですが、もう敏捷が溢れてます。敏捷が溢れております。敏捷が溢れております。この辺、取っとこう。はい、で、ここで短縮、稲刈り行きたい。稲刈り。次のターンどの道短縮ないから、本当はハエテにお任せ行きたいんですけど、うん。稲刈り行きます。いや、でも、ゆずきいんのか。ゆずき。いや、でも、これ言っとかないと、いつまでも稲刈り行けないからね。はい、ドリンク飲んできます。アイデアテクニック。あとはディフェンスにはまってくればもう勝ちだな。ディフェンスにはまってくれば勝ち。体力回復 OK。でもって、ここで、お任せ行きつつ、お任せ、だよね。お任せこれ行ったらいいんだよね。お任せ行ったらいいんだもんね。お任せ行って、で、ここで、おにぎりね。いや、ディフェンスにはまってほしいな、ディフェンス。あ、メンタル。あ、メンタル、メンタルか。これ終わるかな？なんか終わらない気がしてきた。怪しくなってきた。なんか最後にギュッと固まってるから、金卓が。怪しくなってきた。まあこれ、とりあえずメンタルいきますね。とりあえずメンタルいきます。怪しいな。ちょっと怪しいな。これ短縮踏まないとちょっときついかもな。で、シンボル。で、飛びた終わってきます。え、待って。え？お前、やってくれた。やった。やってくれました、飛びた。飛びたやってくれた。マジか。そこは失敗しちゃダメだよ。そこは失敗したらダメだろう。いや、ここまで成功してて、そこで失敗する。マジ？それ痛すぎる。これは何も行きません。何も行かない。で、ディフェンス行く。敏捷振りたい。待って、この力だな。嘘だろう。そう、マジか。そうきたか。そうきましたか。はい、ではこれディフェンスやります。ディフェンス行きましょう。はい、ディフェンス行きます。行きますね、と。はい、で、短縮はワンチャン。お、はやて。どうだっけ。まあいいや、ほんとこ。あ、全自動 OK。全自動なら OK。で、どの王。で、スタジアム。で、とりあえずこの2つ行っときゃいいんだろうね。この2つ、飛びたは連れて行くとかね。飛びたは連れて行かない。で、行っといて、お任せで、お任せじゃない、なんだっけ？これ、巨大シンボルは行かないといけないんですよ。巨大シンボルは行かないといけないんで、飛びたは覗いていく。飛びたはもう1個の、あ、まあ、エースキラーの方。こっち飛びた行くか。ね、これで行きます。で、行きつつ、エースキラー行って、この二人は置いとく。うん、この二人置いといて、次、こいつら終わってきたらもう一個行くって感じで行こう。はい、それで行きます。はい、では、ディフェンス、テクニック、メンタル。これはメンタルだ。これはメンタル行きますね。メンタル行きますね。で、ここで守護神を取り始めたい。インテリジェンスか。まあ、守護神だろ。はい、ではメンタルいきまーす。はい、メンタルいきまーす。で、飛びた、ゆずき。ゆずきはダメ。で、9、8、7、6、5、4。終わるもんね。OK。はい、メンタルいきます。はい、飛びた。来ない。うわ、ゆずきか、もったいな。まあ、しょうがない。
でもってここで、ゆずきちゃん行きますね。でここお任せじゃない、ごめん、こっちで巨大スピーカー行きます。はい、でこれでディフェンス、はい、ない、あ、ワンタック、ワンタックなのよ、こんなに強いの、ありがとう。ではワンタック行っちゃいます。で短縮起きるなら誰でもいい、はい、ありがとう。種まき、いいよ。どの、いいよ。あれ、どの終わった、違うやん、シンボルだよな。シンボル行って、で、ここで、次のターンには始め、6、5、4、3だから、次のターンには始めないといけないんですよ。次のターンには、筋トレ始めないといけないから、ここは、ステイだな。ステイか2個。で、行ってもいいのは、イコマちゃんはダメ。イコマ飛びた置いて、なんか行く？いや。行く必要ないな。まあ、短縮踏めればでかいけど、短縮踏めないからね、ここ多分。で、これテクニック行きます。いや、敏捷余ってんな。敏捷余ってんな。精神もいいね。いい感じだね。インテリジェンス取って。はい、これでじゃあ、テクニック行ってしまいましょうか。テクニック行きますね。でも短縮はとりあえずないからテクニック行きます。はい。はい、おっぱいやる気効果アップ。で、ヤバンゲリオン。ヤバンゲリオン、これ行って、これで来るでしょ？で、いいんでしょ？で、テクか。テクか、まあテク行こうか。はい。一はいけそうだな。あとは本当にディフェンスだな。ディフェンスタック踏んで、この辺終わらせていきたい。この辺言う。うん、そうだね。まあ、テクも欲しいけどね。はい、で、これテクニック行ってしまいましょう。いいよね。ものづくり。行く？行ってもいいけど、次のターンこれ終わってくるでしょ。別にこれは行こうか。行きます。で、ハイテブランド行ってきます。精神がいいよ、精神。はい、で、これテクニック行きまーす。行きましょう。はい、はやて。スタジアム、あ、ナイス。はい、これはサクッとピンチャンいっちゃいます。では、これでいってしまいましょう。はい、終わりました。ちょっとディフェンスハマってくれないと筋力精神が足らないかもしんない。ディフェンスにハマってほしいです。いや、111しかくれないの？少ね。まあ、海王山見てるとね、やっぱ少なく感じるよね。少なく感じちゃいます。ディフェンス。OK。で、これディフェンス。これはディフェンスです。で、ディフェンス行くんですけど、敏捷吐きたいな。敏捷吐きたいな。うん、まあ、とりあえずこれで行くしかないっすね。敏捷吐けない。吐けない。で、ここで終わってきたので、まあ、土木、どっち行こう？ 150、これはね、無失点のコツもらおうか、まず。はい、そしてここで短縮起こってください。あと、飛びた。ワンチャン来てほしい。来ない。残念。あ、でもエースキラー終わってきたらこれあれだな。あ、飛びた、いけねえのか。飛びた、いけねえのか。え、ここで短縮はどっち？ディフェンス、テク、あー、これはディフェンス？まあ、ディフェンスだな。ディフェンス行くとして、筋力がちょっと足らんのよね。多分ね。筋力精神足らんのよね。なので、ワンチャンこれ、メンタルタックでもいいんだよね。で、ここは、何行こうかな。2ターンでしょ？筋力か精神ないのか。精神ないのか。じゃあ、ちょっと技術もらっとこうか。もうテクいかないって感じで。こっち行っておきます。行くかもしんないけどね。タックがなかったら。アイディアはディフェンスいきます。さあ、やめたか、ワンちゃん。残念。さあ、で、これ精神ね。オッケー。精神が入ってくれたのはでかい。で、飛びたくん終わっていきます。無失点。で、ここでディフェンス。ワンタックか。これメンタルでもいいな。普通にメンタルでもいいな。普通にメンタルでもいいかもしんない。精神足らないっしょ、この2つ。この2つ精神足らない。で、それ以外も精神足らない。で、フィジカルモンスター。うん、これ、メンタルだな。精神足らないわ。で、飛びたの短縮を踏めるってことなんですよ。これ、いいのは飛びたの短縮を踏めるってことで、もう1個、
ワンチャン終わりたいんだよな。あ、飛田、あ、飛田いないのか。飛田こっちか。ディフェンスの場合は誰かいる？はやて生駒。はやて生駒か。はやて生駒か。いねえのか。両方いねえわ。あ、じゃあ終わんねえじゃん。じゃあ終わんないじゃん。終わんないじゃん。終わんないじゃん。じゃあいいや。終わりません。はい。で、どっち行く？ディフェンス。メンタル。テクニック。技術は高くてな、敏捷使わないんだよな。筋力取っとこう。はい、コマちゃん。別にいらない。どっちでもいい。はい。で、これで敏捷は触れます。これで敏捷は触れます。可動式、技術入りますね。これで敏捷を振っていく。ビッグセーブ。敏捷は触れんだけどね。ビッグセーブ。エースキラー取っときます。で、これも取りたいけど、ちょっと待って。ここでディフェンス。テイクか。メンタル。あー、まあメンタルだな、これ。これさっきメンタルだもん。ディフェンスのカンストタッキーでくんねえかな。ディフェンスのカンスト。ディフェンスのカンスト。あ、メンタル。あー、これはメンタルだ。これはメンタルだ。ありがとう。これはメンタルだ。で、あー、メンタル取りたいものが、この二つなんだよな。で、いくつだっけ？757、87、844。いや、ごめん。844か。844だから、155。で、何振りますかと。初回振っとこう。54。もうちょい。はい、これでいきます。これでいっちゃいましょう。で、テクニックも溢れるから、テク110にしときます。はい、ではこれ、メンタルいっちゃいます。いきましょう。で、これで守護神2段階くらい取れるかなって感じですね。いや、最後ディフェンスだな、マジで。マジでディフェンスの感想が来てほしい。感想が欲しい。まあ、テク、あと1触れっかな。微妙だな。はい、ではこれでいきたいと思います。いきましょう。はい、終わりました。終わりました。OK です。残り、ディフェンスお願いします。いやー、経験点出ないな。試合経験点ね。はい、ディフェンス。来ない。テクか。もう最後テクいって終わりましょう。はい。しょうがない。あとは、取れませんでした。精神が足りません。技術は足りました。まあ、とりあえずこれで試合いっちゃいますね。試合後。やってきまーす。行きましょう。はい、終わりました。すいません。負けてしまいました。いやー、まさか負けると思わなかった。やっちまったな。黄色を外しちゃいました。はい。まあ、この高校というか、秋山くんが出てね、ゴールキーパーは強化されたはずです。皆さんもぜひ、更新目指してやってみてください。33,81、振ってまいります。はい、振ってまいりました。まあ、ちょっと最後負けちゃったのと、ちょっとね、ディフェンスにはまってくれなかったのがあるんで、ちょっと、ランキング的には伸びなかったかな。でも、XS はいけましたね。伸びたね。待って、これ、XSS 見えるかもしれません。はい。また挑戦していきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。本日は以上とさせていただきます。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよなら。